はようございます。今日は、八方尾根に来ております。今日から、1泊2日で、唐松岳に登っていきたいと思ってます。さあ今日の天気、今は曇ってますけれども、これから天気が良くなる予報にはなっておりますので、まあ、ひとまずですね、上まで行って、まあ、どんな景色か、楽しみにしたいと思います。今8時22分です。上の有料の駐車場の方はもうほぼ満帆ですね。私もうちょっと早く来てました。ただ、今日泊まった宿に荷物忘れてしまって、まあ、駐車場の場所1台キープしておいてもらったので止められましたけれども、さっき、戻ってきた時には、有料だと F のところが空いたところですかね。はい、で無料の駐車場はまだまだ空いてました。これ何ですか？頑張る前サプリですか？はい、じゃあ今日はこれ飲んで頑張りましょう。ゴンドラで、トイレ借りました。次リフトですかね。行ってみましょう。ちょっと青空出てきた。咲いてんね。よしよし。はい、黒菱平まで来ました。あともう一本ですかね。行ってみましょう。9時15分、八方池山荘からスタートしていきます。やっぱりちょっとまだ曇ってますね。まあ風もあるので早く晴れるのを期待しましょう。はい、じゃあ今日は、尾根道コースに行きたいと思います。
高で、1900メートルちょっとです。どこまで行ったら、雲が晴れるんでしょうか。もうちょっと行ってみましょう。7月17日、日曜日です。3連休の中日、そして昨日よりも、今日明日の方が天気がいいということで、やっぱり、登山者多いですね。今見えますかね、あの辺の尾根道も結構人が登ってます。10時10分、発砲に出てきました。はい、何も見えないですね。まあ、明日天気いいんで、明日に期待しましょう。はい、ここからしばらく、自分で入っていきます。真っ白だね。11時11分、ホーク設計に着きました。すごいね、本当に。はい、少し長めの休憩しました。11時40分、スタートします。7分丸山ケルン到着です。1時ぐらいに到着できるように、もう少し頑張っていきましょう。まあ、八方池過ぎたあたりから、ほぼほぼ雲の中に入ってる感じです。
はい、ひとまずチェックインしました。もう喉乾いたんで早速やっちゃいます。手を動いてない前回行くときに前泊の宿で、お弁当を作ってもらいました。まあ、正確にはお弁当屋さんのお弁当らしいんですけど、開けてみましょう。はい、おにぎりです。美味しそうですね。はい、いただきます。美味し7月17日、今5時53分です。昨日は、ガスガスでずっと真っ白だったんですけれども、今日は、こんなにいい天気です。朝ごはん食べましたんで、これからいよいよ唐松岳の方に行こうと思います。今日は天気はいいんですけれども、まあ、風は強いですね。昨日の夜から、ビュービュー行って、朝になったら収まるかなと思ったんですけど、全然収まってないですね。まあ、ただ気温はそんなに低くないので、ちょっと防寒してれば、大丈夫な感じです。はい、6時26分、頂上山荘まで一旦戻りたいと思います。
ここ何なんですか。6時45分頂上山荘戻ってきました。それでは、身支度してからですね、下山していきたいと思います。7時13分下山開始します。8時7分、丸山まで戻ってきました。
混んでるので、このまま下山したいと思います。うん、設計休憩する。そうだよね、うん、見える見える、しっぺかな、そうでもねえな。はい、少し休憩しました。8時44分大木設計スタートします。今2100m 付近ですね。すっかり雲の中入ってしまいました。このまま行くと多分八方池の周りはもしかすると、ガスガスになってるかもしれないです。おお、綺麗じゃん。ちょっと期待してます。でも綺麗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 、うん。だいぶ八方駅近づいてきました。どうでしょう、こっち山見えてるんですけど、ガスがガンガン上がってきますね。ちょっと下行ってみて、どうなってるかが楽しみです。9時26分、八方駅の分岐まで来ました。行きは行ってないので、八方駅方面行ってみたいと思います。今日はさすがに人がすごいです。全くガスが晴れそうにないので、下山することにします。9時48分、八方池を下っていきます。10時8分です。帰りは木道コースから帰りたいと思います。
10時31分、八方池山荘まで降りてきました。あとは、リフト2本とゴンドラ1本、で駐車場まで、降りたいと思います。11時50分、ゴンドラ駅に戻ってきました。ちょっと軽く、上でハンバーガー食べたりして、時間かかってしまいましたけれども、まあ午前中に降りてこれたんで良かったなと思います。今回は1泊2日で唐松岳に登ってきました。1日目は、ガスガスで何も見えなかったですけれども、2日目の今日は、大展望という感じでしたね。来てよかったなと思います。下界はやっぱり暑いです。これはもう真夏です。何だろうか分かんないですけど、まあ焼けそうですね。はい、じゃああとはこの後は、温泉に入ってちょっと大町の博物館に寄ってですね、それから家に帰ろうと思います。ほらほら、いるじゃん、うちの裏に。まあね、でも山岳地帯の生き物だから多分、何にかな。タヌキ、キツネ、かわいいです、キツネちゃん。こんなちっちゃいの。ギリゾウ。本当だ。ハンカチ持ってきませんでした。あ、出てきた。で、クマ。月のワグマ。これ？クマかもしか。クマかと思っちゃうよね、ぴょんって出てくる。
ちも。ネグロと同じくらいの大きさだね。うん。ああやって寝てる。海抜で呼ばれる。ああ、その中にいるんだ。これってあれでしょ、これあったよね、切れてないやつ。いたいたいた。卵抱いてるんだって。